ついてるねったらついてるよ、ついてるねったらついてるよ、ついてるともみん、ついてるねったらヘイヘイホー、あなたの心に火を灯す愛と光の伝道師、ついてるともみんさんでございますよ。皆さん、これ今日のウーパールーパーさんですってやると思ったでしょ。もうそれは朝撮ったので違いますよ。またちょっとペラペラ喋っていこうかななんて思ってますがね、これ紫色のライトにするとさ、みんな紫色の一緒の色になっちゃうんで、ウーパールーパーさんで。ちなみにこっち向こうで後ろ向いてるのが2代目ウーちゃんで、ここにいるのがパーちゃんで、向こうの奥にいるのがイヤとシェイですね。うん、あっちのね、これパーちゃんね、あれウーちゃんね、うん、だと思いますまあそんな感じで、喋っていこうかな、またね、と思ってますよ。ライオンさんもね、口を大きく開けてグワーっつって、ライオンさんというかライオン丸キングですけどね、名前がどんどん長くなっちゃったっていう、うん、まあいいんですが、何でしたっけそうそうそう、最近あれだな、あれやってないね、すごいですねって、すごいですね、所ジョージでーすって、モノマネやってなかったなと思って、そう、これ所さんとコラボしたいっつってね、いつかはこれやりたいなぁ、所さんと、すごいですねーって、けどこんだけ言ってるから願いは叶うんで大丈夫だと思います。はい、それに最近僕はずっとついてるついてるって言ってるんで、ついてるから、うん、そう。それともう一個新たに、このね、女性のね、YouTuber さんでね、真似をしようかと思います怒られるかな、怒られるかな、大丈夫かな、うん、大丈夫だよね、うん、優しい方だと信じていますので、はい、いきますよ、せーの、どうも、今しめ太郎です。うん、もうちょっとかな、どうも、違うな、どうも、今しめ太郎です、今しめ太郎です怒られる、今しめ太郎さんのファンの方に怒られますね、すいません、本当に今しめ太郎さんつってね、あの女性の YouTuber さんで、綺麗な方がいらっしゃるんですかね、はい、その方の始まり、いつもね、どうも、今しめ太郎です、あ、すいません、噛みました、ちょっと、どうも、今しめ太郎ですってやってるんですよそれでなんとなくそんな喋り方を僕もしてみたんですね、始まりを今ね、うん、そしたら似てるかどうか知りませんよ、自分の中ではいいかなと思ってやってるだけなんでね、本当にすいませんね、今しめ太郎さん見ていたら怒らないでくださいよ、本当にね、今しめ太郎さんのあのリスナーの方も怒らないでくださいよ、うん、またあのついてるともみんがバカなことやってるなぐらいな手でいてくださいよ、本当にね、うん、はい、そんな感じでございますよあのね、あの人はね、そう、今しめ太郎さんはね、面白い、うん、そう、モルモット飼ってらっしゃってね、そう、あのモルモットもね、かわいらしいんですよ、2匹いらっしゃるんですがね、うん、そう、あとね、ダンスが面白いんです、すごいです、最近すごくダンスかっこいいです、踊れてて、わあすげえなって思いながら見てます、うん、最初の方のね動画もいいねはさせてもらってるんですがね、うん、そう、あー、そう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 、フェルトキット、ん、なんだっけ、フェルトあのほら人形作るやつあるじゃない、あれなんていうの、あれ、そう、それ鳥作ったりとか、鳥がむずいとかって言ってやってましたけどねまあでもすごい、あれは、うん、いいんじゃないですかね、俺もあれ作りたいなと思って、ウーパールーパーさんのそのそれがあったらなと思って、なんか説明になってないね今しめ太郎さんのあの動画、あの概要欄貼っとくんで皆さん見てみてください、はい、僕がやってるモノマネが似てたら似てたで、はい、似てなかったら似てなかったで
うん、別に何もいらないですよ思っていただければ、あ、似てるなとか似てないなって思っていただけるだけで結構ですね、はい、そんな塩梅でございますよ、うん、本当にね、人のモノマネするのって結構ね、あれだよね、勇気がいるそう、ウッチーチャンネルさんがさ、ついてるネットラついてるよとかの京子さんと一緒にやってくれたりとかしてくれてるんですけどね、うん、それもなんかありがたいなみたいなね、そうまあ僕が言ってる平平法もまあ元々はノンタローチャンネルさんからだしね、そうだよねまあこのついてるネットラついてるねよ、ついてるネットラついてるよはまあご想像にお任せしますよ、はいまあまあバブリーな曲だっていうなのかなみたいな、そんなでいいですよ、あの正解は言わなくていいんでね、はい、僕の歌声じゃわからないかもしれませんが、はっはっはっはーっつって、そんなことはいいんですが、そう、何を話そうかなと思いまして、いや、そう、まだモノマネもしてないなと思って、モノマネっつってもその所さんのモノマネしてないなと思ったぐらいの話で、うん、あとはあのね、ついてるついてるって俺言ってるじゃない、そう、名前もついてるともみんですさって、本当にそれでついてることあんのって思うでしょ、これね、つきまくってます、はい、まあ本当に細かいところから言ったらキリがないですけど、まあだから本当にその細かいことに気がつけるようになった、うん、細かいいいことに、そんで一番変わったのは自分がね、ネガティブにならなくなった、そう、まあでもほら、イラッとすることとかありますよ、それはね、運転してたりとかさ、対人関係だったりとかさ、ありますけど、そんな時でも、くって思うじゃない？思って、言葉に出ちゃいそうな時はもう、小声でも出ちゃったとするじゃない？なんか、ポロって言っちゃうとするじゃん、なんかさ、余計なことを。そしたら、その後に、ついてるを20回ぐらい、ついてる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 って言ってみたりとか、雨の見ながらにさ、お助けいただきまして、ありがとうございますって言ってみたりとかして、言ってるうちにね、その、イライラしたことを忘れちゃうんだよね、最近、パーンって。そう。でその後機嫌が良くなるから、あ、これはついてるとかずっと言ってるから良くなってんだなって自分で思ってます、そう。そしたらほらね、トイレ掃除もするようになったし、なんか自らね、断捨離もしなさいしなさいって言われててやっとしだしたけど、しだしたらしだしたで綺麗にしたところが汚くなるとすごい嫌だなっていう風に思って、雑巾持って拭いてる自分がいたりとかね、するんですよ、そう。あといつも言ってる小銭貯金もちょこ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 やってたら2ヶ月でね、6、7万貯まるようになってきたし、これもなんかすげえ話だなと思ってね、はあ、あんなにお金がなかった僕が今は一切そんなこと考えてないですもんね、うん、すごい、そうですよね。だからこれは間違いなくその斉藤ひとりさんがね言ってる雨の御なかにし様の言霊だったりとか、ついてるついてるっていう言霊だったりとか、うん、そういうことをずっと言ってた甲斐が出てきたなっていう感じです。まあだから言い出してから俺半年ちょっとぐらい経つのかな、うん、だどん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 良くなってるよ、そう、うん、そう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 、それとね、あとはだからそれを言い出してたら家の中の観葉植物だったりとかさ、もうすごい元気になってきて、うん、枯れそうになっちゃったりとか、しおれてきそうになっちゃったりとか結構してて、どうしようなんて思ってさ、ね、水やりすぎかなとか思ったりとかいろいろしたけど、全然そんなこともなく、すごい今もう今ここにね、1、2、3、この間買った桜って4つ置いてあって、あと水草さんでしょ、あと玄関に1個2個あるでしょ、あとトイレ行っても1個あるでしょ、うん、あと台所にも1個あるでしょ、皆さん元気なんですよ、そう。あとね、僕あの犬が2匹いるんですが、うちはお犬様がね2匹いらっしゃるんですよ、まあ今外にいらっしゃいますかね、うん、まあね、その男の子の方がよく病気というか怪我になったりとか怪我というか病気が多いかな、なったりするけど、
うん、ここのとこね体重も増えてきていい感じになってきてね、もう12歳になるのか。うん、まあ2匹とも元気ですよ。うん、ノイチゴ、そう、それにねやたら最近ノイチゴいっぱいできるようになったって言ったでしょ。そう、ノイチゴもね結構溜まってきたんで、ぼちぼちノイチゴのジャムを作ってみようかななんて思ってますんで、そんな動画も上げたいと思いますよって言ってるうちにもう10分も喋っちゃった。はい、そんな感じでまたペラペラ喋り動画上げていこうと思います。そんな感じの今しめ太郎です。違いますよ、ついてるドーミンです。はい、この動画をご覧くださいました皆様に全ての良いことがなだれのごとく起きます。本当ですよ。はい、じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。次はまた朝のウーパールーパーさん動画になると思います。じゃあね、バイバイキー、ウィンウィン、ついてるね、ついてるついてる、パッハー、今しめ太郎です違いますよ、しつこいって。はい、じゃあねー。